つぐみは、吉本バナナの代表作である、青春小説。A 代は、グッバイつぐみ。1990年に、つぐみのタイトルで、市川淳監督によって映画化された。雑誌、マリクレール1988年4月号から1989年3月号に、連載された。1989年3月20日、中央公論社より観光。 病弱な少女つぐみが夏に帰省してきたいとこのマリアと町で遭遇した日の出来事を描く。1989年に第2回山本周五郎賞を受賞した。その後英語などに翻訳されて各国にも紹介されており高い支持を得ている。本書は1989年年間ベストセラーの総合1位を記録した。初版の部数は30万部。 日本における平成時代初のミリオンセラーを記録した単行本となった。読者カードによれば読者の92%が女性でそのうち24歳以下が70%を占めた。累計発行部数は単行本167万部。総画を担当した同伴画家の山本陽子の名前も一躍高まった。百九十六年一月の大学入試センター試験では 現代文の問題としても使われた。吉本バナナは背景のモデルを伊豆の問い温泉と言っている。つぐみというタイトルで1990年に映画化された。松竹製作。監督は市川ひとし生まれつき体が弱く、わがままに育てられたつぐみと周囲の人々の人夏の出来事が描かれている。静岡県鴨郡松崎町で撮影が行われた。 市川淳監督にとっては初めて、東京以外を舞台とした作品である。1990年キネマ淳法ベスト10第9位、読者選出第5位。本作が、主演映画2作目となった、牧瀬里穂は、本作品で毎日映画コンクール新人賞など、各映画賞を総なめにした。旅館を営む両親の娘のつぐみは、生まれつき体が弱く、 わがままに育てられてきた18歳の少女。養子短麗で外面は良く、異性にも人気だが、素顔は粗暴かつ毒舌で、家ではちを見せて、いつも家族を振り回していた。つぐみのいとこであるマリアは、幼少期からつぐみともに、つぐみの両親が営む西伊豆の旅館に住み込んで、暮らしていたが、大学進学と同時期に、東京に住む父親が前妻との離婚を正式に、 成立させたため、春先から東京に引っ越すことになる。しかし夏休みに、つぐみから誘われたため再び西伊豆に渡り、つぐみとつぐみの姉のよう子と一緒になって、一夏を過ごすことになる。その夏、つぐみは不良グループに絡まれた時、割って入って助けてくれた青年京一と恋仲になりも、この不良グループとのトラブルが新たなトラブルの火種を生むことになる。 撮影が行われた旅館、カジトラ映画の公開を記念して作られたアンドンツ組に関するカテゴリー。ありがとうございます。